毛沢東思想、毛沢東思想、毛沢東思想、または毛沢東主義、毛沢東主義は毛沢東を中心とする中華人民共和国の共産主義者が創立した政治思想、中華人民共和国憲法に記載。その信奉者は毛沢東主義者と呼ばれる。毛沢東思想の内容は時期によってかなり大きな変化が見られる。毛沢東思想が 一般的なマルクス主義、マルクスレーニン主義と区別して扱われる場合は、文化大革命期の毛沢東思想を指すことが多い。この時期の毛沢東思想の主要概念には、人民戦争理論、暴力革命、武装闘争工程と平和革命否定、階級闘争絶対化、三つの世界論などがある。1945年以降の中国、 共産党規約では、マルクスレーニン主義の中国における運用と発展とされ、マルクスレーニン主義などと並ぶ行動指針と位置づけられた。特に1950年代から1960年代の中祖対立や文化大革命の時期に強調された。反民反兵のゲリラ戦争と各武装、有事を想定して政策を行うなど長期戦略に基づく、 軍事力の増強を最優先課題とする。政治思想というより、軍事理論とされる場合も多い。中国共産党は1945年4月23日から6月11日にかけて開催された第7回党大会において、党規約に中国共産党は、マルクスレーニン主義の理念と中国革命の実践を統一した思想、毛沢東思想を 自らのすべての指針とするとの記述を加えた。ここで言う毛沢東思想とは、理念としては、カール・マルクスとウラジー・ミル・レーニンが確立した共産主義を指針としながら、それを中国の実情に適応させた、農民中心の革命方式を指しているとされている。毛沢東の思想は、毛沢東が若い頃から親しんだ、農村社会の観察や経験から導き出された。 中国発展のためのアイデアを含んでおり、その対抗として、対抗無視、個人の利益より、公共の福祉を優先する、大衆路線、農村大衆の意見に、政治的指針を求めそれを理解させて、共に行動する、実時給税、現実から学んで理論を立てるなどがある。このほか、社会と協調できる、個人主義、大人数の協力、農村から放棄して、都市を囲い込んでいく。 ゲリラ戦術理論、人民戦争理論、世界各国が各自の特性に応じた革命を行うことによって第三次世界戦を防ぐことができるとする中間地帯論なども毛沢東思想に含められる場合がある。毛沢東の農村重視の姿勢には本来のマルクス主義の遺物資観による社会主義革命は発達した資本主義社会で発生するとの理論に対して ロシア革命時のロシア以上に資本主義が未発達で農業新社会であった中国の実情に対してマルクスレーニン主義を適用する必要性があった。また農村社会にも特有の平等主義や暴力の肯定、知識階級に対する反エリート主義、反知性主義など挙げられる。またソビエト連邦型との相違には新民主主義論による人民民主主義や 三つの世界論による世界認識と外交政策などがある。毛沢東思想は毛沢東の著作、発言、実践などの総称であり、必ずしも体系的に理論化され矛盾なく整理されたものではない。簡易な参照には毛主席語録も使用された。毛沢東思想は1950年代以降の社会主義政策推進、1957年からの 反右派闘争、1960年代以降に激化した中祖対立、さらに1966年に発動された文化大革命などで特に強調され、毛沢東の個人崇拝や政敵の打倒、国外の各国共産主義勢力への干渉にも広く使用された。毛沢東の死後、その思想をめぐる評価は微妙に揺れ動いた。 毛沢東の下で中国はソ連から自立して核武装に成功して軍事的に五大国の地位を手にし国際連合から台湾を追放しイギリスフランス、日本、アメリカ合衆国など西側諸国との外交関係も築いた一方で経済では停滞を招いた地政学的にも香港とマカオを除く中国大陸を武力で制覇したが波動的な覇権主義は後に 西側から批判された。毛沢東の死後、その後継者を自称した各国法の唱えた二つのすべて、カボンゼは毛沢東自身が唱えた実事給税を持ち出して対抗した東小平により批判され、各国法が失権すると、東小平は彼自身の解釈に基づく実事給税を中国共産党の指導方針として実権を掌握した。 東昇平和改革開放で経済発展を進め台湾と対話を試み毛沢東がチベット侵攻で編入したチベットなどと対照的に香港とマカオ一国に制度に基づく高度な自治を認めた上で平和裏に編入することで当事国と合意した1981年6月の第11期六中全会で採択された建国以来の党の若干の歴史問題についての 決議では、毛沢東思想を、毛沢東同士を主要な代表とする中国の共産主義者が、マルクスレーニン主義の基本的原理に基づき、中国革命の実践経験を理論的に総括して、作り上げた、中国の実情に適した科学的な主導思想と定義している。その一方で、この決議は、毛沢東が文化大革命で提起した論点は、毛沢東思想の軌道から、 明らかに逸脱したもので、毛沢東思想と完全に区別しなければならないとし、毛沢東思想を毛沢東個人の思想とは区別している。この決議では、実時急瀬、大衆路線、独立自主が毛沢東思想の真髄とされている。また、この決議と前後して、周恩来、劉正奇、首都倉、毛沢東と同時期の他の指導者たちの思想も、 毛沢東思想の一部と解釈されるようになってきている。鄧昌平はマルクスレーニン主義、毛沢東思想の堅持を含む四つの基本原則を繰り返し強調した。彼が堅持されるべきと考えた毛沢東思想は、こうした新たな解釈に基づくものである。なお、毛沢東以降の指導者たちの考えは、鄧昌平理論、江沢民の三つの代表論 古今東の科学発展観と世代ごとに別のものとしてまとめられている。1960年代の世界的な学生運動では、しばしば原理主義的で、協情主義的な共産主義進歩を原始共産性が、もっ卓東思想に移行する例が見られた。影響を受けたのは、大学生を中心とする都市部の中産階級の若者であり、 彼らが構成したヒッピーが始めたコミューン運動などで人民公社型の集団生活の実践や家法のスタイルが模倣された。1967年のジャンイコール・リュック・ゴダールの映画《中国女では毛沢東思想を研究するために共同生活を始めるフランスの若者たちを描いている。 フランスの哲学者ジャンイコール・ポール・サルトルは、ソ連による1956年のハンガリー侵攻、ハンガリー動乱、1968年のジェコスロバキア侵攻、プラハの春以降、反スターリン主義に共感するようになり、当時ソ連と対立していた、中国、中ソ対立の毛沢東主義者主導の学生運動を、支持し始め、晩年に至るまでフランスの毛沢東主義者と、 交流していた。1968年の5月革命にも、マオイストの影響があるとされ、クリストフ・ブルセリエは、フランスのマオイスモの流行について、スターリン批判とそれによるソ連型共産主義の失墜、及びそれに代わるユートピアを求める運動の中で、中国モデルが古代視されたとしている。マオイスト運動は、フランス共産党のソ連用語に対する反動として、起こり、 反省を主義、東洋趣味が混在していた。また、エコールノルマル・シュペリュールのロベール・リナール・ラ・エディート学生、中国専門家のシャルル・ベトレームやルイ・アル・チュセールが中心にと言われる。1963年にジャック・ベルジエが創刊した雑誌、革命が中国ブームに火をつけた。1964年フランス共産党から除名追放されたフランソワ・マルティが 同年7月に東京で中国人運動と知り合い、毛沢東の招待を受ける。マルティラは新しい人間主義という雑誌を出している。5月革命以後、当時の内務大臣マルスランによって、マオイストの組織は解体命令を受けるが、ベニレビによって GP、プロレタリア左派が結成され、アンドレ・グリックスマン、ベルナール・アンディレビラが参加する。GP による、 移民労働者の支援活動は、サルトルやゴダール、ミシェル・フーコーラによって支持された。同団体は、マドレーヌ広場の高級店フォーションから、フォーションが貧民屈に、食料支援をする、盗人からのんでも罪にはならない、我が労働の果実を、パトロンから奪おうとして、商品を脱フォーション事件を起こしている。代表のベニレビは後に、サルトルの助手となり、ユダヤ思想に没入し、 イスラエルに渡った。また、フランスの作家のフィリップ・ソレルスや、哲学者のアラン・バデュラが、もう卓東思想に魅了された。マトバアキヒロによれば、エコール・ノルマルは、マオイスムヌ母体となっていたと指摘している。ベルント・アロイス・チン・マーマンは1969年に、創作の集大成となった、若い詩人のためのレクイエムにおいて、 毛沢東五六からの抜粋を淡々と読み上げるなど、毛沢東五六を音楽創作に用い、なおかつ傑作に仕上げた。他作曲家のコーネリアス・カーディウはマオイストであり、晩年は政治活動に専念している。最後のピアノ作品、我々は未来のために歌うでは、毛沢東思想への忠誠、スコア序文に掲げられている。ブラックパンサー等の指導者ヒューイ・ピニュートンは、 マルコム X をはじめ、マルクス、レーニン、チェゲバラ、フランツ・ファノンらの思想に共鳴していたが、とりわけ、モータクト頭から大きな影響を受け、後に、ヒューイラ指導者は中国を訪問している。若い頃ニュートンは、ロバート・ウィリアムズの公民権運動団体、革命的行動運動、レベルシネリアクション・ムーブメント、ラムに加入していたが、 ウィリアムズは中華人民共和国からクルセーダーという機関紙を出していた。またブラックパンサー等はアメリカ合衆国における黒人社会を第三世界植民地とみなし合衆国と敵対関係にあったベトナムや朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮、キューバといった国々に対して連帯の意思を表明していた。1970年代は ファッション的に、毛沢東を肯定する人が、ヒッピーやアウトローに多かった。アンディーウォーホルは1972年に、ニクソン大統領の中国訪問に合わせて、マウという作品を発表している。ボクサーのマイク・タイソンはもう主席記念堂を訪問し、毛の入れ墨も彫っている。コミューン運動も、人民公社の英訳が、ピープルズ・コミューンであるようにインスピレーションを与え、ヒッピーのや、 など人民とコミューンはヒッピーや審査欲のタームとなった。各種の的なカルト宗教と結合して、その信者コントロールの手段として、より広範囲に利用された。またニューエイジや精神世界ですら、それを模範する文化が広がった。南米ガイアナのコミューンで起きた人民人事件では、もう卓東主義との関係がアメリカの新聞等で指摘されている。 人民主員教祖のジム・ジョーンズは、毛沢東に傾倒していることを認め、中国の洗脳を研究していた。毛沢東思想自体は、文化大革命の実態が長く隠蔽されていた。日本では、進歩的文化人の手により、現代社会における政治体制を考える上で、多くの示唆を与えてくれる思想として懸念されたため、これを信奉する若者が以後に渡り続出した。ただし、 中国の毛沢東が、ゲリラ、軍事至上主義、核武装を最優先させたのに対して、日本の気派は半角を唱えるなど矛盾が多い。日本共産党やリベラル派の左翼組織は、スターリン主義の派生だとして憎をする者も,もいる。日本においては、共産党 ML 派、日本共産党、左派、日本共産党、革命左派神奈川県委員会、日本労働党といった、 政治団体がかつて、毛沢東思想を指導思想として掲げており、全共闘や気配以外の審査欲も毛沢東主義から一定の影響を受けていた。毛沢東主義は、議会主義と大衆運動を掲げていた日本共産党や日本社会党の主流派の方針とは相入れないものであり、毛沢東思想を支持者は、規制左翼と呼ばれた社会党、共産党の両政党と激しく対立した。 オウム真理教の浅原昌光も、毛沢東の絶大な影響を受け、教団を武装化させて、富士山麓の農村などにサティアンを築いて、革命を企てた。一般社会においても、大英創業者の中内伊佐夫や養老武氏などが、毛沢東思想の強い影響を自認しているほか、欧米崇拝の強かった時期に、毛沢東思想の変異体である。 コミューン運動が無批判に紹介入れたことや、毛沢東思想の農本主義的側面が、かつての農村共同体への素朴な同型を残していた時期の日本社会で肯定的に伝えられたこともあって、先日の米国の人民寺院のように各種のカルト集団にいるコミューン型共同体が日本各地で形成された。現在は、 日教左派が中性的な毛沢東主義の影響を受けている。日教左派は反米愛国を掲げ、反米右翼と共闘するなど日本の左翼運動の中では異端的である。また、三橋派緑の党も毛沢東主義を独自に解釈した独特のイデオロギーを有している。日本労働党は現在は毛沢東思想を掲げていない。 モー東ク思想を報じるグループが実際に武力闘争によって政権を獲得した例として最も有名なのはカンボジア内戦後に政権を握ったポル・ポト派である。ポル・ポト派は文化大革命期の中華人民共和国によって支援されていたためにその影響を強く受けており政権を握ると文化大革命期に中国で行われた政策を極端な形で模倣した。 ただしポルポトは後に中国共産党すら批判するようになり、申し層も修正されていく。ポルポト派は貨幣経済を否定するため通貨の流通を停止させ、自力構成的に食料生産を担う農村共同体を国民生活の基本単位とするために生産力を持たない寄生虫とみなされたとし、その住民を強制的に農村へ加放した。 大規模な下砲の過程で、ポル・ポト派が農村に適応できないと判断した、都市住民や知識人、技術者といった人々は、敵の落印を押され、白い肌の都市住民に反感を持つ、黒い肌の農民の手組織的に殺戮させることで、共通の敵を作り出し、国民の結束を高めようと図った。エリトリアの大統領イサイアス・アフェウェルキは、 文化大革命期の1967年に中国に留学し、毛沢東思想や軍事知識を学ぶ。1969年エルフ総司令官となったが、1973年文化のエリトリア人民解放戦線、イップルフ、現在の PFDJ の創設に参加。独立をめぐるエチオピアとの争いを経て1987年3月に、イップルフ初期長。 1991年のエチオピア社会主義、政権崩壊後のエリトリアの独立に伴い、1993年6月から、同国大統領に就任。イサイアスは、大統領に就任すると、エチオピアのティグレ州に侵攻し、エチオピアエリトリア国境紛争が始まった。国内で、紛争の是非や政治姿勢に批判が高まり始めると、強権的な統治を始め、 メディア統制や野党勢力弾圧を行った。1997年に高級憲法が制定されたものの、未だに施行されておらず、大統領、議会選挙は事実上無期延期の形となり、PFDJ による一党制統治のもと、イサイアスによる事実上の独裁政治が敷かれている。2008年に行われたアルジャジーラの記者によるインタビューによると、イサイアスは、 西欧的な意味での選挙を行うつもりはないと断言している。イサイアスはエリトリアを軍事国家とし完全な国民開閉制度を敷いており、国民は男女問わず全員無期限の兵役、または政府事業での労役が義務付けられている。これは事実上の強制労働であり、圧政から逃れるため、毎月2000人近くのエリトリア人が国外に脱出してお、 ヨーロッパを目指し地中海を渡ろうとして遭難死する、事故が後を絶たない。イサイアスは、外国人記者のエリトリア入国を認めず、ジャーナリスト保護委員会は2012年、エリトリアを報道の自由が少ない、検閲国家ワースト10の第1位に選んだ。また、国境なき記者団による、世界報道自由ランキングでも最下位にランク付け、されている。現在でも、 世界中の様々な反政府組織が、もう卓東思想に反を取って活動している。そのため一部の国家では、マオイストという言葉は、テロリスト、過激主義者という先入観を持たれる可能性がある。また、もうはしばしば、中国共産党の手先とみなされることがあるが、中国に対する一方的な親近感以上の関係は、確認されなかったり、 逆に現在の中国共産党と敵対している場合もある。発展途上国の系派はゲリラ路線に走りやすいが、これら、毛沢東思想を継承したグループは、麻薬製造や貴金属、宝石採掘などの独自の資金源を有している場合が多く、中国も含めて諸外国の援助を受けずに、独力で大勢力に発展している場合がほとんどで、 ペルーの事象もをはたる、センデロルミノソが、中国の支援を受けていた事実はなく、鄧小平時代になって、中国が文革期の毛沢東思想を放棄してから、以降は、在ペルーの中国人や中国政府関係者、さらには北朝鮮関係者までが、センデロルミノソの攻撃対象とされている。コカインの原料となるコカの産地を制圧している、センデロルミノソの勢力は、 意図して強力かつ活発である。近年では2008年にネパール共産党、毛沢東主義派が武装闘争を経て議会進出して合法的に政権獲得し、隣国のインドブータンでもネパール毛派と協力関係にあるインド共産党、毛沢東主義派やブーン共産党、マルクスレーニン、毛沢東主義派の活動が活発化した。ただし、 インドモー派は一部地域での影響力に止まる。ウルグアイの拡大戦線は、トローツキズムや社会民主主義、毛沢東主義、古典的なマルクスレーニン主義など様々な思想者が共生している。日教左派やロシアの毛派は武装闘争や犯罪は一切行っていない。先進国では理論による組織拡大に力を入れる傾向にある。猛卓党主義は実態としては、 格好たるイデオロギーはなく、関連的である。字の指導者により修正や改ざんが多くなされる。ネパールの毛派とブータンの毛派も、思想的なつながりは薄い。以下に転校者を含む、毛沢東主義者、または毛沢東に、思想的影響を受けた中国国外の著名な人物、特に政治家を列挙する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。